みつともチャンネル。みっちゃんだよ。そろそろホワイトデーです。トモヤラーメンを作ってくれました。だから俺はお前の大好きなスイーツを作っていこうと思います。チーズケーキ、一番簡単です。レッツクッキング。ではクッキーを潰します。皆さんに食べます。バター、ポン。こうやって固めるよ。イエーイ、固まった。クリームチーズを入れます。これをクリーム状になるまでよく混ぜます。卵に砂糖を入れます。結構砂糖入るな。ちょっとずつ加えながら混ぜていきます。これに生クリームをちょっとずつ加えながらさらに混ぜていきます。では小麦粉をふるいながらちょっとずつ加えていきます。レモン汁、ハイボールに入れてさっくり切るよ。いきます。ポーン。お幸せに。170度で予熱しました。40分焼きます。よいしょ、できたよーよっ。なかなかいい感じ。イエーイ、できたぜ。ほーら、いい香り。トモヤを待ちます。さっさと帰ってこい。さっさと帰ってこい、この野郎。なんじゃなんじゃ。イエーイイエーイ。わー、これすげー。メリーホワイトデー。メリーホワイトデー。チーズケーキやん。なんで食べねん。バレンタインデーのお返しだよ。でほんまいいってこと。そう、エッチ。イエーイ、ひとりじめ。姫、アイスカフェ宛てでございます。すげえ、ちゃんと層になってる。ご賞味ください。はい、ありがとう。いただきます。うん、おいしい。ふわふわしてる。ふわふわとトロトロだ。まあまあです。すごい、ありがとう。友のために頑張ってくれて幸せ。友に幸せだよ、みっちゃんと結婚して。ありがとう。ありがとう。もう一個プレゼントがあります。え、何？もう一個あります。なんか救急車が来た。これがプレゼント。そうちょっと待つがよい。なになに、お花。実はな、正月にな、いいものを見つけたんだよ。グッチって書いてあるけど。そう。ありがとう。ちょっとこれを、ちょっとこれを開けてみなさい。ちょっとここを掃除します。こんないいの買ってくれたの。なんだろう、これ誕生日の時にアルマーニのバッグ買ってくれたから。そのお返しも。そう。なにこれ、このサイズ感めっちゃ謎いねんけど。え、なに、絶対財布とかじゃないし。なんで思いがけんだよ。開封。あ、ちゃんと重みはある。そう、開封する。まあ、ヘアアクセとかでもないよね。大きい。開封。まあ、いい加減にしなさい。ありがとう。さっさと開けろ、この野郎。箱だった、また。どうなってんの。ずーっと箱になってこんなになるよ。え、かわいい。時計だ。にゃんこが書いてある。かわいい。しっかり見せてあげなさい。見て、にゃんこが見える。かわいい。やばい、高かった。つけてみようかな。嬉しい。なんで、ね、あんたがつけるんだよ。トモエがつけるんだよ。こうしてかわいい。もうちょっとこうキュッと。キュッてどうやってするんだろう。グッチに持って行ってキュッてしまう。見て、かっちょよくね。
なんだっけ iPhone ウォッチみたいなやつ。アップルウォッチ。アップルウォッチじゃなくてごめんね。なんで。アップルウォッチの方が良かったね。なんでそんなことないよ。俺それ買った後にアップルウォッチがいいって言われた。言われてないよ。アップルウォッチ欲しいなとは言ったっけ。俺カナチータになった。これいらないかもしらんと思った。なんで。時計なんて初めてもらった。アップルウォッチが良かったね。ごめんね。なんで。これがあったらアップルウォッチより全然いいや。愛してるよ。ということでバレンタインのお返しはケーキと時計でした。ともやみーちゃんにメロメロになっている。あれ、まあ、妻にしますか。はい、いいえ。いい匂いつらこら。皆さんもホワイトデーのお返しをいろいろ考えてみてください。お返ししなかったらかわいそうだからしてあげてね。ハッピーホワイトデーでした。バイバイキーン。バイバイキーン。ちょっと見せてみ。なんではめるの。みーちゃんね、ちっちゃい。いただきまんも。なんでどうものだよ、返せ。